YouTube 結構頑張ってやられてます。YouTube は楽しくやってます。楽しくで、頑張るというよりね、あのニコ生のお年先としてすごく便利。お年先なんだ。あのね、僕は動画資本主義みたいな考えてて、結局 YouTube の人たち毎日毎日やるじゃないですか。あんなのできなくて当たり前で、で次々とトップ入れ替わっててですね、すごい大変なので、そのニコ生で。 1>, 1時間半ぐらい喋ってるわけですよね、まあ、無料分って40分ぐらい喋ってるんですけど、うん、それを切り出してその最初 YouTube に出すっていう、まあ、シンプルなことやってたんですよ、うん、である時去年の夏ぐらいかなあれこれって資本主義みたいなもんだなと思って後で2年後も3年後も見れるような動画さえ喋っていれば、うん、あとは実は半分ぐらい再放送でいいんじゃないかなと、うん、YouTube の人たちみんなね今日あった今日のことを喋ろうとしちゃうんですよ あれがなんか面、ね、倒くさいしでそれよりは何年後になっても面白いようなことをしゃべっててそれを昔のディズニーの,あの劇場戦略みたいなもんで、はい、2>, 2年か3年に1回ぐらいオンエアしてたらそれでもちゃんと視聴者がつくと、うん、で YouTube 見てるような人って物を忘れやすいから、うん、2>, 2年前、3年前のことでも別に新鮮に見てくれるし、はい、層が入れ替わってるとはいる、はい、ので自分の持ってる動画っていうのはある程度資産なんだなと思って。でそれで 今 YouTube 頑張ってるように見えるんですけど実は僕頑張ってないんですよ。ああいやそんなに頑張ってやってないて、ね、過去の資産を再放送する<ー>でその再放送の頭とお尻にいわゆるその映画評論家みたいに過去の自分の動画に解説入れるだけなんですよ。ああなるほどね。だからその堀江さんの 今の時代のことを今語るっていうのをずっとやってるじゃないですか、うん、あれ間間にですね週に1回か2回ぐらいでもいいですから2年後3年後でも面白い普遍的なことを語っていくと。 動画資産増えてっていいですよ過去の動画結構見られるけどあれは、ね、みんなが発見して見てくれてるだけでそれを、ね、自分がもうオープニングとエンディングでいつもの「モンチャンネル」で「今日は何とかの回をもう一回見ましょう」って言って頭でそれ15秒か30秒話してそれ流して終わりにまた30秒ぐらい締めたら今の動画にアップデートされるんですよ。あそうなんだ そう,そうするとみんなそこ動線がなるので、うん、例えばこれまでだったら1日1回しか更新できなかった「堀江モンチャンネル」が1日2回3回が可能になる<ー>それだそれだ動画の資本として考えるといいですよその資本の投下先として考えると過去にだって堀江さん今時間が一番大事でしょ、うん、で過去自分が10分15分あの語ったものっていうのはそれは資産じゃないですか、うん、それを あと20秒とか30秒足すだけで今の資産にアップグレードできるんだ。なるほど。お、久しぶりに出た。<ー> <laughs> 素晴らしいの、なるほど。<う>ホリエモンのね、やっぱあの、なるほどにですね、注目なんですけども、あの瞬間ホリエモンが全体構造を理解したのがわかるんですよ。あのね、 本気で感心した時にあの、なるほどが出るんですよ。もうこれ付き合いがある程度あるからわかるんですけど、で、逆に言えばあれが出ない限りホリエモンっていうのはもう頭の中別のことを考えているんですけれどもですね。<laughs> やっぱね、ある人間が分かった瞬間っていうのはね、目で見てわかるんだなと思うぐらい面白いんですけども、中で言ってるですね、ディズニーっていうのは何かというと、ディズニーっていうのは数年に一度自分たちの作品をテレビで見せるんですね。で、テレビで見せることによって新規ファミリストを獲得すると、つまり、 ディズニーアニメってジブリもそうなんですけど、親は見せたがるんですね。で、親は見せたがることによって、親子の対話ツールになって、そうすると子供も成長したらまた同じものをですね、俺も親に見せられたって言って子供に見せると。これがですね、いいサイクル生んでるんですけどジブリやってるのは本当に完全に時々なんでジブリを金曜労働省でやるのかっていうと、もうこれ模倣なんですよね。なので、スタジオジブリって今、配信しないじゃないですか。日本ではジブリア,アニメっていうのはネットフリックスでは何でも配信されてないんですけども、これからですね、北米大陸、 いわゆる えー、アメリカとカナダ以外ではですね、ネットフリックスでジブリ配信されるようになるのでですね、まずこの、一旦メジャーにするという方法を選んだんですね。とりあえず、これまではジブリはここの国内と同じ戦略で世界中に行こうとしてたんですけども、まず何よりメジャーにならなきゃダメだというふうなことで配信を許す。いわゆるアメリカとカナダ以外で配信を許すことにしてですね、多分メジャーになったら配信止めるだろうと思うんですけど、これがディズニー戦略です。何年かに一回テレビとかみんなが見れるところで作品を見せる。 やり方。中で語ってるですね、動画資本論というのは何かっていうと、動画をですね、不動産開拓として考えるんですよ。毎日新しい、これユーチューバーの人がやってる毎日新しい動画をアップしてですね、日銭を稼ぐっていうのはですね、もうバイトと同じで資産にならないんですね。ユーチューバーで稼いでる人、もう大儲けしてる人いっぱいいるんですけど、そういう人はみんな日銭を稼いでる人でですね、1年前の動画はですね、もう陳腐化しちゃうんですよ。だから、もしあの、月収5000万ある、 ユーチューバーがいたとしても、それはですね、日銭で月収5000万もらっているだけであってですね1年で売り上げ落ちたらこれ意味がない僕はサラリーが高い為替トレーダーと同じで、使い捨てのですね貧乏父さんだと思ってるんですよそうじゃなくて、金持ち父さんがつまり、資本形成っていうのをやる側に回らないと この動画をアップするというんですね、中ではですね、ずっと生きていけないなというふうに僕は思ってるんですけども、ところがですね、数年間持つような動画を作ってるとですね、不動産と同じく家賃収入のような、だからあの、YouTube での売り上げっていうのは全部家賃収入と同じように考えればですね、資産になるわけですね。それと別にデベロップ開発としてですね、えー、ちゃんと何年か、ま、持つ動画っていうのを作り続ける。 そういうふうにすると、動画の資産っていうのはですね、固定資産税もかからなければ維持費もかからないというですね、今のコメントにも書いてる人がいるんですけど実はとんでもなく効率がいいんですけどもですね、過去動画が全て売り上げにつながるわけですね。例えば、僕の例で言うとですね、岡田司夫の動画で、 未だに毎日見られてるっていうのは、ホタルの墓とかですね、ブレードランナーとかですね、ゼルダとかシンゴジラとかホモデウスなどのですね、このやっぱり1年2年ぐらいの前のですね、動画ばっかりなんですよ。で、多分これね、数年後になっても同じだと思うんですね。最新のものももちろん見られるんですけど、年間通して一番見られてるものって、やっぱりね、 魂かけて面白くした回っていうのが月に1回ぐらいできるんですで、それっていうのはもうずっとみんなに見てもらえるからこういう形の方が自分には向いてるなと思ってホリエモンには一生懸命こう説明してる最中なんですね僕らの動画未だに誰かがツイートしてくれてバズってるってそれはねもう誰かにツイートしてもらってバズってるではダメなんですよそれはもうビジネスチャンスですバズった瞬間にそこにあとひと手間ひと手間加えないとダメなんですよねこれあの会場に来ていた漫画家の人が解説してくれてたんですけども僕が 書いてた資産のアップグレードをすればよいということで堀エモ門が「ほう」って聞いてるんですけども過去の動画に対して前後にコメントを追加することによってアップグレードされるっていう言い方ですね。 僕、これをツイッターで見つけてですね、ああ、もう、こういう人がいるんだったら、僕のニコ生の講義もどんどん漫画化してもらえばいいなと思ったんですけど、本当にこういうやつでいいんですけどもですね。えー、以後はですね、僕も今後はですね、これまであの、ニコ生のやつを再放送するときは、再放送しますって言ってたんですけど、再放送ではなくて、 自分でその場で思いついたことなんですけど、アップグレードっていいなって思ってるんですね。<laughs> アップグレードって呼ぶことにします。だから次にあの、金曜労働省でホタルの墓やったらですね、皆さんおそらくアップグレードされた、おはよとしよせびのホタルの墓無料版を見ることになると思うんですけどね。多分見た人はなんか、あ、同じだとか、最高じゃないかという人はいると思うんですけども、そんなことを言い出したらそもそもですね、なんで、 テレビで同じアニメを何回も再放送するのかって話になるんですよ。再放送ってそんなもんでですね。いや、まだみんな見てると思ってもですね、8割の人はまだ見てなかったりするんですよ。まだ見てない人もいるし、忘れたという人もいるしですね、また見たいという人が大多数なんですね。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。